梅ヶ島今夜温泉は、静岡県静岡市青区にある温泉。県道29号の北方に位置し、山梨県との県境に近い秘境の温泉郷である。今夜の里テニス場、梅ヶ島キャンプ場があり、数軒の別荘と民家の中に宿泊施設が点在する。県下で、有数のアルカリ温泉は、無色透明で硫黄の匂いがする。 ひなびた、温泉地であるが、冬の積雪が少なく夏は涼しい。静岡の奥座敷という表現が適切な環境にあり、安倍川の支流湖や沢の周りに旅館が点々と並ぶ。木造の素朴な旅館が多く、家庭的な雰囲気を持っている。梅が島温泉や赤水の滝へも近い。日帰り入浴施設は、3軒の宿泊施設のうち2軒で受け付けている。 今夜温泉より北上したところに、市営の、梅が、島に行った温泉黄金の湯がある。梅が島に住む年寄りの話では、大正時代から山林で働く村人が、今夜沢から湯を持ち帰り、疲れを癒やしたり傷の手当てに使っていたという。梅が島物語には、戦国時代武将、武田は一時期、神馬や天神の鶴根に布陣して、川を攻め登ってくる、徳川勢に備えた。 傷ついた武士たちは、三河地の湯や今夜の湯で癒したと書かれてある。昭和45年に今夜の地区に宿ができ始め、昭和60年、大野木地区に今夜2号の湯が生まれた頃には7軒の宿、2軒食堂があった。現在は3軒の宿と2軒の食堂が運営されている。現在の温泉宿は、大野木地区に今夜梅ヶ島今夜2号として、 静岡市の源泉があり今夜沢の急源泉は利用されていない。ありがとうございます。